ニコラス・ギルマン、ニコラス・ギルマン、A、ニコラス・ギルマン、1755年8月3日から1814年5月2日は、アメリカ独立戦争の時の大陸軍軍人であり、ニューハンプシャーを代表して、大陸会議代表となり、アメリカ合衆国憲法に署名した。アメリカ合衆国議会では、初めの4期は、会議員をまた1804年からその死の1814年まで、 上院議員を務めた。兄のジョン・ギルマンもニューハンプシャーの政界で活躍し、14年間州知事を務めた。ギルマンは8人兄弟の次男だった。フレンチ・インディアン戦争の最中に生まれ、間もなくニューイングランド植民地の市民として、軍事的な責任感に目覚めた。地元の公立学校に通った後、父親の貿易商社の事務員になったが、 植民地とイギリスの間の亀裂が深まるとすぐに独立への戦いに進むことになった。ニューイングランドの商人は特に多くのアメリカ人がイギリス市民としての権利を侵犯していると考える収益増大策をイギリスの議会が制度化し強制することで植民地の財政と政治事情に対する有益な無視を終わらせようとしていることに不満を抱いた。ギルマンの父は ナサニエル・フォルソムやエノック・プアと共に、エクセターで愛国者側の指導者として、頭角を表した。父は1775年に、歴史ントンコンコードの戦いで、敵対関係が生まれた直後に作られたニューハンプシャー、植民地議会の地域代表となった。議会は後に、最初のニューハンプシャー憲法を起草することになった。アメリカ独立戦争の間、国の財務官として働いた。 長男のジョンは、ボストン周辺で、イギリス軍と戦うために向かった、民兵中隊の層だった。ニコラス・ギルマンは家に残ったが、すでに愛国者側の熱狂的な支持者となっており、おそらく地元の民兵連隊と共に訓練した。ギルマンは、憲法制定会議の時に32歳であった。その代表した国はニューハンプシャーだった。強い連邦主義者でもあった。 1776年11月、国議会の委員会が若いニコラス・ギルマンを第三ニューハンプシャー連隊の副官すなわち管理、担当士官を務めるよう指名した。この連隊は、その指揮官、アレクサンダースキャメル大佐の指示のもとに完全に再組織化を行う過程にあった。優れた戦闘士官であるスキャメルは、ギルマンの管理能力をうまく使って手元にある、限られた、 人的資源すなわち国内の新兵とトレントン・プリンストン作戦に参加したデコボコのある古参兵との組み合わせから戦闘能力のある軍隊を作り上げる仕事をさせた。まもなく第3ニューハンプシャー連隊はジョージ・ワシントン将軍の大陸軍にあって主要な機関部隊の一つとして認められた。ニューハンプシャーはカナダからニューヨークへの主要侵入経路にあったので ワシントンはこの連隊に北部国の戦略的防衛における中心的役割を当てた。1777年春、ギルマンとその他の士官及び第3ニューハンプシャー連隊はシャンプレーン湖岸の大根デロがトリレに抗軍し、ジョン・バーゴイン将軍が指揮するイギリス軍、ドイツ人傭兵及びインディアンの予備部隊からなる強力な軍隊の進行を止めるためのアメリカ軍による 試みに参加した。いくつかの異なる国部隊の動きを連携させることが難しく、ギルマンにとっては最初の軍事経験が敗北になった。イギリス軍古参兵の部隊は砦の側面を突き、第三ニューハンプシャー連隊を含む砦の守備隊は危険な夜の撤退を観光することで、寸出のところで捕虜になることを免れた。アメリカ軍の交代は初夏の間ずっと続き、 イギリス軍が輸送に困難をきたしたことと、大陸軍が採用した遅延戦術とも相まって敵の侵攻を遅らせた。この遅延によって、ジョン・ラングドンやギルマンの父に導かれたニューハンプシャ・シガ兵連隊などニューイングランドの民兵を大量に動員する時間ができた。さらにホレーショ・ゲイツ少将がニューヨークのサラドが近くに新しい陣地を設ける時間もできた。 ここでバーゴインの前進を止め、続いて勢力の優位を獲得すれば、イギリス軍のカナダへの撤退経路を遮断するつもりだった。この作戦の間、ギルマンはスキャメルの部隊の訓練と準備を監督することに暴殺された。その連帯と共に、フリーマン農場の戦いなど二つの重要な戦闘に参戦し、バーゴイン軍は打ちのめされて、紳士のジョニー、バーゴインは、 結果的に全軍の降伏を強いられた。ギルマンもスキャメルもこの大きな勝利の後で休む暇もなかった。イギリス軍の降伏から一週間足らずで、第三ニューハンプシャー連隊はフィラデルフィア近くにいるワシントン主力軍の補強に出した。このアメリカの首都は大規模なイギリス軍に占領されたばかりであり、ニューイングランド人はバレー法人の雪の中で厳しい冬を過ごさねば、 ならなかった。この投影は、大陸軍の部隊にとって、苦難と急防の最高の試練となり、その中から強靭で、職業的な戦闘集団として立ち上がった。ギルマンの管理能力はこの時に顕著になってきた。ワシントンは、スキャメル大佐を大陸軍の総務局長に選任し、スキャメルはギルマンをその助手にした。1778年6月には大への昇格が続いた。 戦争の残り期間、ギルマンは大陸軍の軍事指導者たちと非常に身近な位置にいた。軍隊を戦場に送り出すために必要な無数の仕事をこなすその任務は、日々、ワシントン、ストイベン、ノックス、グリーン等と接触することになった。モンマスの戦いやヨークタウンの戦いなど、ワシントンの主力軍が戦ったその後の戦闘にも参加し、一方で、 ニューハンプシャー戦線で大の任務もこなし続けた。しかし、ヨークタウンの前にあった小ゼリアイの中で、スキャメル大佐が戦死したことは、その大きな勝利の喜びの大半を削ぐことになった。1783年遅くに、父が死に、ギルマンは退役して、エクセターに戻り、家業の管理を再開した。ギルマンの商人としての経歴は短命になった。大陸軍士官として従軍したことで、 ワシントンやアレクサンダー・ハミルトンのような著名民族主義者の考え方の多くに接していた。彼らの影響、ギルマン家独自の方針の伝統、及びギルマンの組織における特別の能力が全て組み合わさり、この若い退役軍人を正解に進ませることになった。1786年、ニューハンプシャー議会はギルマンを大陸会議代表に指名した。 1786年にはさらにアナポリス会議に国の代表として選抜された。ギルマンはこの会議に出席できなかったが、会議は国の深刻な経済問題と個々の国や大陸会議ではそれらの問題を解決できないことを特に議論するために召集されていたので、この専人は民族主義発言者としてギルマンが登場することを認めたことになった。 1786年遅くにマサチューセッツ西部で政情不安や暴動の可能性があり連合規約の改定にギルマンが関わる動機をさらに強めることになったギルマンは1787年7月に開催されたアメリカ合衆国憲法制定会議に国の代表として使えることを喜んだギルマンの父の元上級士官であったジョン・ラングドンと共に フィラデルフィアに到着したときは、すでに議論が進められており、すぐに議論に参加して、あらゆる国と地域で承認を得る憲法を作り出す、ために必要な妥協を暗出することに貢献した。それに続くニューハンプシャーでの憲法批准を確保する、闘争の間、ニューヨークで大陸会議代表として泊まっていたが、国における批准推進者の一人であった兄のジョンと密接に連絡を取り続け、 この兄弟は共に働くことで、かなりの政治的影響力を及ぼし、最終投票では、僅差の57対47で批准を勝ち取った。新しいアメリカ合衆国の議会第一期が1789年にニューヨークで招集され、ギルマンは会議員として出席し、その後四期を務めた。この期間ギルマンの兄弟たちは、ニューハンプシャー州の政界で顕著な人物となった。 兄のジョン・ギルマンが知事になり、これ14年間務め、弟は衆議会での経歴を始めた。ギルマンはエクセターに戻った後で、1800年に西暦を再開し、衆上院議員を一期務めた。この期間にギルマンの政治心情が変化し始めた。かつては、カタクナまでに民族主義者であり、連邦等が諸州のしっかりとした、 連合のための戦いを引っ張っている間は、連邦党を支持した。しかし、一旦その考え方が確固たるものになると、政府による権力の乱用から、通常の人を守る必要性に関心が移っていった。その結果として、トーマス・ジェファーソンの周りに作られつつあった、民共和党の支持に変えた。1801年、ギルマンはジェファーソンからの連邦破産監査官の指名を受けた。 一度は落選したものの1804年にはジェファーソン党と,としてアメリカ合衆国上院に当選した。ニューハンプシャーのヤンキーは議会の議論で滅多に長々と話すことはないがギルマンの同僚はその政治的手腕を認めた。ギルマンは1814年に死ぬまで上院で影響力を保ち続けた。その死は議会の休会中にワシントンから故郷に帰る途中に起こった。 ギルマンは憲法に署名した後の時代は、強い中央政府の重要性にその信念を凝縮した。新しい国の最高法を称して、会議に集まった各法の全開一致に見合う最高のものである。取引と妥協によって生まれたが、その不完全さにもかかわらず、その採択は、私の力ない判断では、我々が尊敬される国民になるか、あるいは人民が粉々に砕けて、 長い間軽蔑されるようになるかにかかっている。と言った。これら控えめな言葉は、この著しく実務的な軍人政治家をよく表している。しかし、その健状は建国の父となると明らかに感じていた、正当な誇りを隠すことはなかった。ギルマン自身は決して小さな部分を演じたわけでは、なかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。